何やってんだカロル。あ、ユリ見てほらこれ、うまく修理できたでしょ。へえ、相変わらず器用だな。けどお前のじゃないよな。わしのじゃよ。じいさん、この騒ぎであれこれ傷んでしもたもんを一つ一つ直してくれとるんじゃよ。わざわざ下町まで行って拾い集めてきてくれての。へい、見つけたのはほとんどラピードだけどね。大事な靴の裂け目、ほらほとんど消えてるだろ。いい腕してるよ彼。私は思い出の服を修繕してもらったのよ。本当ありがとう。いいのかカロル、明日は決戦だぞ。うん、正直本当はちょっと悩んだんだ。決戦のこととか考え出したら眠れなくなっちゃいそうだし。でもだったら僕でもやれそうなことをやっときたいなって。そっか。でもラピードが手伝ってくれるとは思わなかったな。ちょっとびっくり。気持ちが伝わったんだろ。適当なことには付き合わないやつだからな。そうなのかな。そうお安くないとさ。ちぇ、ひどいな。いやはやなかなか見どころのある少年じゃよ。当ギルド自慢のボスでございます。お前も少しは見習うといいわい。そう来るか。思い出というのは心の支え。大事な品は思い出の器なんじゃ。ありがとうよ。僕、もう少しやってから休むよ。あまり無理すんなよ。うん、わかってる。ジュリ、何してんだ。フェローにもう一度連絡がつかないか試してみようと思って。ザウデが古代の災厄に関係あるなら、もしかしたらフェローが何か知っているんじゃないかと思うの。エステルのことを聞かれるんじゃないか。なんとかなりそうだって言っておくわ。そっか、ありがとな。私はね、ヘルメス式ブラスティアを壊すことだけを生きる目的にしてきたの。それをしている間は他のこと考えなくていいから。他のこと？世界のこと、自分のこと、いろいろ。もしエステルと出会わなかったら、今でも何も考えずにバールと一緒に飛び回ってたかもしれないわ。フェローもジュディが変わったって言ってたっけな。でも勘違いしないで。エステルのことは本当になんとかなりそうだからそう言うのよ。ブラスティア、エアルのことを放っておくつもりはないもの。それ、さっきのいろいろってのも関係してんのか。悪い、忘れてくれ。私はもうエステルを殺さないし、殺させもしない。そしてアレクセイは許さない。わかった。
明日の朝には出発する。それまでに戻ってくれよな。了解。ジュディ。ん？勝とうぜ。ええ。ここで値が戻るから、そうするとこことの差が。あ、ダメか。全然足りない。ユーリ。何やってんだ？こんなとこで。うるさいわね！邪魔すんな！で、なんだ？あんたか。なんだじゃねえだろう。何やってんだ一体。なんかまずいのか。うん、今はちゃんと抑制されてるし安定もしてる。デインノモスとアレクセイのシステム、どっちも大したもんだわ。尺だけど。なら何が問題なんだ。抑制の有効範囲が思いのほか限定されてたのよ。シルトブラスティアを中心に抑制結界が展開してて、その中なら安定してるんだけど、そこから出られないの。さすがにデインノモス一本で複数のアパティアの代わりをするのは無理があったみたい。それって遠出ができないってことか。ついでに言うと、テートのシルトブラスティアもシステムの一部だから、使ってる限りテートは無防備だから、何とかして自由に行動できるための方法を探しているわけ。デインノモスをエステルが持ち歩くんじゃダメなのか。あれ、本質的には暴走したエアルを抑制するのが目的みたいだから、エステル自身をどうこうはできないと思う。デュークもそうだったしな。とにかくリタ・モルディオの名にかけて絶対に何とかしてみせる。エステルを囚われの身に逆戻りなんてさせない。二度と物扱いになんか。わかった、頼むぜ。大丈夫、心配すんな。こっちには天下の天才がついてんだ。はい、私もリタを信じてます。明日には間に合わせるわ。あんたはさっさと寝てなさい。へいへい、お前も無理しすぎんなよ。エステルもな。本気でくつろいでやがる。東京あんだか緊張感ないんだか。おりょ、親友と感動の再会してたんでないの？なんか副官の姉ちゃんがやたらとおっかなくてな。あ、はあ、まあなんとなくわかる気もするけど。どういう意味だ？いや、まああれよ、堅物だからってあんまし魚でしないことよ。別にそんな気ないんだけどな。物事ってのは万事相手の捉え方次第だからね。そんなもんかね。
で、レイブンはこんなとこで何してんだよ。ちょっと考え事をね。で、こら、なんて顔すんのよ。ここんとこいろいろあったしね。これからの身の振り方とかさ。けども、なんも浮かばないんだわ。慣れないことすっと疲れるわ。自分で人生選んだんだ。今のあんたなら何だってできるだろ。なんていうか、死んでたからね、俺は。今慌てて思い出してるとこ。とりあえず、アレクセイとは蹴りつけるとしてだ。先のことはそれから考えるわ。いいんじゃないか、それで。ケリと、いやさ、エステル嬢ちゃんにこれまでの経緯を話したんさ。したら、どうなったと思う？ん？事情は分かったから皆と同じことをやらせろって言うんだわ。で、頭を一回ポカリ、それでチャラ。あいつらしいな。ちょいとばかし、聞いたわ。さーてと、面倒だから俺、このままここで寝ることにするわ。ったく、明日、寝坊すんなよ。うろうろしてるんじゃ。お前らが悪さしてないか見張りしてるんだよ。なるほど、悪さをするためにうろうろしてるんじゃな。いや、だから、まあ、いっか。よかったの、エステルが戻ってきて殺すこともなくて。あ、そうだな。もし、エステルが本当にあの状態から立ち直ることがなかったら、ユーリはエステルを切っておったのかな。なんでそんなこと聞くんだ。それは。さあな、って言いたいところだけど、もしあの時、俺の声がエステルに届かなければ、俺は手を下していただろうな。自分が傷つくと分かっているのに、どうしてそこまでできるのじゃ？エステルは仲間だ。仲間の問題を他人に負わせるわけにはいかねえ。それに、一番傷つくのは俺じゃねえ。仲間の問題。ユーリは強いのじゃな。強いね。どうだかな。そんなことより、マリス・ステラってのを探すのは忘れてるのか。今は悪い奴を倒すのが優先なのじゃ。それにうちは忘れてるわけではないのじゃ。記憶力だけは良いのじゃ。記憶力ね。どうしたんだ？ユーリ、うち、アレクセイだけは絶対許せんのじゃ。自分の欲望のために
誰かを犠牲にするなんて、絶対に。あ、そうだな。だから、その、アレクセイの好きには、させてはいかんのじゃ。うん、だな。そうじゃ、喜べユーリ。今、海戦ギルド海猫の歌が、特艦で船を直してくれてるのじゃ。海猫の歌って、あの徳永の？ああ、すぐにフィエルティア号も使えるようになるぞ。じゃあそいつで打倒アレクセイと行くか。もちろんなのじゃ。ユーリ、あのな、パーティー、え、うまく言えないなら無理に話すことはないぜ。話せるようになったら聞いてやる。だからもう今日は寝とけ。おやすみ。もう休みますか。なんだ、お前ももう寝るのか。いよいよ決戦か。あいつらちゃんと寝るんだろうな。もう行くのかい？こっちはもう少しかかりそうだ。ギルドの船を調達するつもりだったんだけど。なんかこじれてそうだったな。ドンなき後、なかなか意見がまとまらないらしい。また追いかけることになりそうだよ。どっちが先にアレクセイのとこついても恨みっこなしだぜ。そういやお前、もうエステルを取り返そうとしないのかよ。今だってあいつお姫様には違いないだろう。あとあれだ、皇帝の跡継ぎってやつ。評議会はヨーデル殿下を指導者に選んだ。事実上殿下を次期皇帝に推挙したも同然だよ。だからもうエステルを追う必要もないってか。そこは違う。僕の中で彼女の選択を尊重する踏ん切りがついただけさ。ずいぶん融通聞くようになったな。からかわないでくれ。僕なりに悩んで出した答えなんだ。ま、あいつが聞いたら喜ぶと思うぜ。ブラスティアとエアルのことはヨーデル殿下にお伝えしてみる。殿下ならきっと何か手を打ってくださるだろう。エステリーゼ様のこともユーリを信じるよ。よろしく頼むわ。いろいろ押し付けて悪いな。じゃあ行くわ。ザウデで会おうぜ。世間じゃ帝都解放は僕だけの功績だと思っている。いや、今回に限ったことじゃない。君のことは、いや、ブレイブ・ベスペリアのことさえ誰も知らない。知ろうとしていない。本当にそれでいいのかい？
おはよう、ユーリー。ユーリー、寝ぼすけさんなのじゃ。ああ、ちょっと寝すぎたみたい。寝癖か。寝癖って今さら。体調は万全って感じだな。はい、これ。あ、うまくいったんだな。あとはジュディとエステルか。私ならもういるわ。おはよう、みんな。あ、おはよう、ジュディス。フェローとは連絡取れたのか？ええ、それがザウデのことなんだけど。エンテレケアであれ、人間であれ、あれに触れるなって。どういう意味だろう。なんかヤバそうな言い草ね。ま、そう言われたからって、はいそうですかってわけにはいかないけどな。ザウデにはアレクセイがいる。奴のしたことを俺は許す気はねえ。今さら引けないのじゃ。そうね、フェローには悪いけど。ここまで来たらやるしかねえでしょう。うん、放っておいたら世界中めちゃくちゃにされちゃうもん。いい覚悟だ。あとはエステルだ。リタ、見てないのか。エステルは来ないわ。ん？あの子もう戦えないから。おい、まさか。抑制は成功したわ。ただエステルの力の発動を抑えるには、エアルの干渉を極力避ける必要があったの。あれ、ブラスティアを使う限りエアルは絶対必要なんでしょ。そう、だから私はレイブンと同じ方法を取った。生命力を動力にしたのね。マジで？正直おすすめしないよそれ。他に方法は見つからなかった。でもそれならエアルの刺激を受けずに術式を行使できる。ただ抑制されるのは満月の子の力だけでなく全部だから、術技とかでも自分の生命力を削ることになる。無理したらそれだけで命が危ないわ。そんな。だからこれ以上一緒に行くのは無理ってことか。それで当人は納得したのかね。いいえ。エステル、あんた見送りよね。ごめんなさいリタ、やっぱり連れて行ってください。話したでしょ、術技を使うだけで命が削られるのよ。術技さえ使わなければ何の問題もなく生きられるのに。リタに言われてから一晩考えたんです。最初は思いました、これでやっと普通に生きられるんだなって。そうよ、エステルはもう十分ひどい目に遭ってきた。もう休んでいいのよ。ありがとう。でもみんな命がけで戦おうとしている。世界の命運をかけて。それを知って私だけ戦わないなんてできない。エステル、私にもできることがある。仲間のためにできることが。お願いです、みんな、私も連れて行ってください。ダメだと言いたいとこだが、自分で考えて自分で決めたんだ。俺は反対しないぜ。そうね、一度言い出したら聞かない子だし。
連れてってやろうや。仲間に置いてけぼりにされるのはちっと切ないぜ。うん、エステルが辛くないようにみんなで助け合おうよ。一緒にあの大悪人ぶっ飛ばすのじゃ。一つだけ約束して。絶対に絶対に一人で無理しないこと。いい？破ったら絶好だからね。はい。このメンツ相手に無理無茶禁止は意味ないだろう。よかった、間に合ったようですね。あれ、ヨーデル殿下、フレンも？殿下御自らに見送ってもらえるとは恐縮だね。また君はそんなことを。聞いてるかもしれませんが、騎士団は船の調達が遅れていてまだ出撃できません。本来騎士団が率先してすべきことを民間人である皆さんが担っている。帝国の指導者として申し訳ないと思っています。気にすんな、別に騎士団や帝国のためにやってんじゃねえんだ。代わりといってはなんですが、こちらのフレンを連れて行ってください。え？殿下？今やフレンは名実ともに帝国最高の騎士です。必ずお役に立つはず。そうですね。私は騎士団を指揮しなければなりません。騎士団には準備が整い次第後を追わせます。そのくらい部下に任せても大丈夫ですよ。それに誰よりもあなた自身がアレクセイと直に決着をつけたいと、そう願ってるのではないですか。殿下、帝権を代行する者としてヨーデル・アルギロス・ヒュラスセインが命じます。帝国騎士フレン・シーフォン、ギルド・ブレイブ・ベスペリアと力を合わせアレクセイを止めなさい。はい。そういうわけだ。よろしく頼むよユーリ。どうせ断ったって勝手についてくんだろ。さて、問題は海の彼方のザウデにどうやって行くかかね。そこは抜かりないのじゃの、ジュディね。ええ、まだ大事な仲間が残っているわ。バウル、もういいのか。言ったでしょ、強い子だ。見ろ、ちゃんとフィエルティア号もあるぞ。何もかも準備万端ってわけだ。行こうぜ、決戦だ。それでは気合が足りないのじゃ。ん？何やってんだ？いや、パティちゃんって戦闘スタイルを変えながら戦うでしょ？僕たちにもできないかなと思って教えてもらってたんだ。教わってできるようなもんじゃないだろう。あの手の特殊な戦闘スタイルはだいたい血筋が絡んでるもんだ。いいよいいよ、ユーリも練習してみるのじゃ。やってみないことには何も始まらないのじゃ。そんなもんか？そう、イエースウィーキャンなのじゃ。そうだな。じゃあ、クリティカルフォーム。やった、うちの勝ちじゃ。負けちゃった。もうユ
もクリティカルをチョイスするとは青年意外とミーハーだった。これでしばらくカロルとレイブンのグミはいただくのじゃ。ユーリありがとうのチューなのじゃ。お前ら俺でかけてやがったな。あれがザウデか。でかいな。なんか指輪みたいな形だね。あれ指にはめられるやつなら確かに世界を支配できるかもね。アレクセイの指には絶対はめさせないのじゃ。見つからずに済むかな。ちょっとあれ、あそこ
ゼロ。ほどの力を持ったエンテレケイヤはほとんどいないのに、それが手も足も出ないた。どんだけヤバいのよあれ。エアルレベルで干渉して再構成したのよ。なんて処理能力。あれがアレクセイの求めた力なのか。低空で侵入しよう。フェローには悪いが、今ならアレクセイの目は上向いてる。フェロー、ありがとう。フレン、ずっと戦いっぱなしだが疲れとらんかの。これくらいどうってことないよ。気のせいか、戦うほど生き生きしてない。誰かさんとか誰かさんみたいに。誰だ、誰かしら。隊長に昇進して前線に出る機会が減ったからね。剣を鈍らせないためのいい修行になってるよ。どんなに理由を取り繕ったところで、あんたも戦闘バカの仲間よね。戦闘バカは初めて言われたよ。はあ、フレンだけは常識人だと思ってたのに。うちらは常識人と思われてないんじゃもん。心外ね。リタは今まで僕にどんなイメージを抱いていたんだい。あ、何を急に。いや、君の感覚なら有利の友人に対して常識人なんて評価はしないと思ったから意外でね。 あんたやっぱ有利の同類だわ。お前ら二人とも俺に失礼だろ。どうしたカロル。ユーリってフレンと同じ技も使うけどなんか違くない。それはユーリが騎士団時代に学んだ技だからね。でもユーリは真面目に訓練を受けていなかったから。何言ってんだ、お前みたいな総流連歌山だと敵に逃げられちまうよ。だからって蹴りを入れることはないじゃないか。あれじゃ総流連歌衆になってしまうよ。それに古賀破山。なんだよ、あれは騎士団時代に習ったもんじゃねえぞ。殴る必要はないはずだ。俺はあれがいいんだよ。いや、よくない。代々引き継がれてきた技を君は。まあまあ、そんな喧嘩しないで。最近は個性の時代だし、いいんじゃないの。伝統を重んじるフレン、新しい波を作るユーリ、青春だね。
ここは何度来てもきっついわね。ああ、ジンも戦争のことを思い出すからか。まあそれもあるけど。俺、前にこの花好きな友達がいるって言ったじゃない？やつは、ここにいるのよ。ここ？こんなところに？もしかして、レイブンの騎士団にいた友達って？無駄に生きてるやつがいりゃ、無駄に命を散らすやつもいるのよ。ジンマ戦争の時に亡くなったのね。そうそう、哀れよね、人間って。そうだったんですか。俺様以上の手だれでね、家宝だっていう迷宮を常に携えた勇敢な騎士だったのよ。そういえばあの弓どこを行っちまったんだろう。この荒野のどこかに眠ってるのかもな。かもしんないけど探し出すのは困難よね。無駄な生き方してりゃ恨み事の一つも言いに化けて出てくるかと思ったんだけど。悲しいね。ちょいちょい暗くならないでよ。暗くなるような話しといて何言ってやがんだ。いや、まあすまんね。とにかくキャナリ、静かに眠っとくれよ。ナムナム。ねえ、何か落ちてくるよ。ん？なんです？おいおい、マジかよ。なんだそれ。キャナリの大切にしてたコンパクトだ。でもどうして。その人の幽霊がどこかであなたのことを見てたのよ、きっと。幽霊ってそんなわけないでしょ。偶然よ、偶然。偶然ってこれが。たまたまそれを拾った鳥が落としてったのよ、きっと。そうっていうか、もしかしてそのキャナリっていうおっさんの友達って女か。女？何？おっさんの弱くつき？ちょっとリタッチ、目が輝きすぎ。おっさんのそういう話ってなんか面白そうだから。ないない、何もないってよ。大事、あいつには惚れた男がいたって話だし。じゃあ片恋ってやつかしら。一方通行の戦場をかける恋、叶うことなく彼女は散る。悲恋ですね。あの女、まあ何とでも言ってちょうだい。ケナリ、とりあえずこんな奴らと元気にやってるぜ。ユーリって料理上手だよね。でもカロルだっていい腕してるんじゃないかな。そういうフレンちゃんの舌はちょっと危険よね。腕があってもレシピ通りに作ってくれた方が助かるわ。だったら自分で作りゃいいだろう。やりたくないっていう割におっさん料理できる方なんだしさ。料理のうまい男はモテるからね。嘘だ。それなら僕だって今頃モテモテだよ。嘘じゃないって。モテなくてもさ、僕は作った料理を他の人に食べてもらえるだけで嬉しいかな。そうだね、自分一人で食べるより作りがいあるしね。幸せそうに食べる姿はいいね。野郎はどうでもいいけど。今度から
レイブンの分だけバターサンドイッチにする。バター塗るのも面倒だ。パンの耳でいいだろう。誰かのために作る喜びはどこ行ったのよ。